저는 개인적으로 지금까지 축구 인생 통해서 패배자라고 생각합니다. 그래도 이렇게 매 경기 인생을 바꿀 수 있는 경기가 있고 어쨌든 승격 그거에 인생 걸리고 합시다. 합니다. 다음 경기는 멋지게 기대하겠습니다. 우리 팀 감사합니다. 항상 멋진 팀입니다. 우리 팀이 ちょっとした勝ったんじゃないかと思います。インタビュー로인한그대전선수단의어떤그턴오버도좀있었고이전에그유명했던인터뷰가너무인상적이기도했고진짜대단하다라는생각이들었던것같아요왜냐하면그한국말자야그인터뷰자체를우선한국말로했다는거에대해서대단하다고느꼈고그리고그런서툰한국말속에서제가아까말했던강점이라고하는자기의마인드자기의마음가짐그런부분들이진심으로표현이되었다고생각을하고뭐常にこうそういう自覚があります成功者ではないっていうそういうなんかあれがでペペジャっていうなんかちょっと強い言い方になっちゃってしまったんですけど当時はやっぱり納得できてない部分も多分あったので、でなおかつそう友達もいなければ孤独っていうのもありますし、それでまあ苦しかった時期だったんじゃないかなとは思います。個人分析力、それと修正力、この2つは誰にも負けない部分。そしてそう修正した部分を次の試合に勇気を持って表現する試合で表現するそこの強みがあると思いますあ하고자하는의지가되게강한것같아요선수멘탈적으로봤을때되게무너지지않고계속어떻게든어떻게하면본인이발전할수있을까라고꾸준히생각하는선수고
僕なんて、ね、大したキャリアもなければ、こうなんつうんですか、こうサッカー選手としてね、こう成功してきた人間じゃないですけども、こう応援してくれるってのは本当にありがたいです。とにかくこういい姿を見せれるように、こっちで頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。もう僕はね、敗者ではなく挑戦者だと思ってます。人生をかけてこの韓国という舞台で、頑張ります。ニュースディグ。